皆さん、こんにちは。総社市長の片岡総一です。夏真っ盛り。いや、もう暑さを通り越えてね、もう燃えるような暑さなんですよね。まあ、暑い夏ではあるけれども、もう炎天下でもな、まあ、できれば朝の方がいいけど、走ろう。もうこれでもう走りまくろうと思って、8月8日からスタートして、今日このスタジオに入る前日までですね、65キロ、走ってきましたね。おかげでもう顔はもう真っ暗、もう真っ暗じゃなくて、真っ暗なは性格か、いやいや、真っ黒になりましてですね、かといって体重が落ちてないのが玉に傷なんですけれども、65キロ走って、年間1000キロにね、もう追いついてないんですけれども、これから走ってね、熱中症を気をつけないといけませんけれども、体を作って、体を鍛えて、それがみんなの幸せを守れるようなね、自分がまず健康になって、人を助けられるように、自分の健康は自分で守るということで、やっていきたいと思います。総社市役所の職員を8月の2日から9月の1日、今、すでに派遣して、3週間経ったところでありますが、延べ15人の総社市職員を、人吉市、熊本県人吉市の、避難所の運営管理に行かせてもらっています。で、総社隊の任務ってどうなんですか？何やってるんですかと皆さん、お思いかもしれませんが、実はね、人吉市の避難所は完全隔離状態になっています。で、ご親族の方とか、息子さん、娘さん、家族の方、会いに行ってもすぐに会えません。体温検査、それからうがい、手洗いチェック、その管理をするのが総社市の職員ということになっています。それからしょっちゅう手を、触れる場所、ドアノブ、あるいは自動販売機のスイッチ、それからテレビのチャンネル、そういったものね、それを消毒しているのが総社市の職員。そして、順番に隔離された場所にお弁当をお届けするというのも、総社隊の役割ということになってます。よくお聞き願えば、気がついてくれると思いますが、すべてコロナです。コロナの対応を避難所でこの総社隊がやっているということなんですよ。そして、これから語ることがとても大切なことなんですが、我々任務にある、市の職員に、私が一つのミッション、課題として、お願いしてるんですが、街中を見て回ってくれと。で、人吉市人口3万人程度でございますが、実は皆さん、今人吉、熊本には県外の人はボランティア入れないということになっています。それから支援物資も受け取れないということになっています。ということは、コロナで孤立無援状態になっています。で、これをやっぱり、リスナーの方も知ってほしいし、私は、これから国や全国市長会に対してですね、本当の今の熊本の現状は誰も助けに行けない孤立無援状態にあるんで、もう少し、PCR 検査をたくさんの人にやってもらって、多くの方々のボランティアをできる限り、当然 PCR 検査をして、安全性を確保した上で、みんなでもう一度熊本に支援に行くべきじゃないですかということを、私の責務として、訴えていきたい。最後にですね、今チュッピーがですね、大ブレイクしていて、チュッピーファンクラブ結成しましたらですね、瞬く間の間に1000人を超えて、ね、チュッピーファンクラブ会員入会費無料、そして年会費も何も無料なんですよ。で、チュッピー解放とか、チュッピーの
手紙が届いたりして、他に何かいいことないんですかって言ったら、チュッピーファンクラブに入ると子だくさんになると、まあ、そういうことがあるんですが、どうぞ皆さんチュッピーファンクラブにもお入りください。